触し、機密情報を受け取ってくれ。まず調査員の外見を端末で確認。海兵隊員の中から見つけ出し、その調査員からカセットテープを入手するんだ。今度は夕方、綺麗な夕日だ。夜と比べて見通しがいい。敵の視界も効く。見つかりやすいから気をつけてくれ。そいつがターゲットだ。ターゲットだ。東京ゲームショー特別配置だ。いえ、喋るんだ。あんたが連絡。少し緩めて。資料はテープに入れた。ここにはない。CIA じゃない。あいつは、いや、あんたも気をつけろ。さ、さあ早く。端末の情報を更新した。確認してくれ。Placed. Thank you.
テープを入手したな。いいぞスネーク、離脱するんだ。回収にはヘリを使う。ただしそこは敵地のど真ん中だ。ヘリは安全な場所に呼んでくれ。くどいようだが、ヘリは一機、最高級カスタムの汎用型戦闘ヘリだ。非常に高価な機体だ。おかげで今年はもうそれ一機でカラッカラだ。あれ、だからか。だから今年はブースがないのか。そんなとこで呼ぶのか。大丈夫か。Thank you.
し機密情報の内容は本編に期待しよう。ありがとう。サンキュー。